はい、それではついに神々ものところに行きます。ちょっとレベル上げをしまして、ピエトロがレベル6で、ナルシアちゃんがレベル4まで上がりました。この木もなくなってますね。行けるようになってます。音楽が戻る。で、確か鉄の墓場を取ってくるんですよね。すぐ鉄の墓場かと思いきや、ちょっと山道を登っていきます。あ、出てきた。もうこの敵キャラはずっと出てますよね、このシリーズ。あ、というわけで、森下ちゃんは魔法使い系なので、あ、ウィンドシュートがレベル2になってますね。基本魔法で攻撃になります。ちょっと防御力もやっぱり弱いので、から戻しました。何かな、癒しの枝。あ、またですね。何持ってるんですかね、この手には。レベルが上がったので、ミストスクリーン覚えてます。自分を敵の攻撃対象から外し、攻撃されないようにする。使ってみますか、これをやっておけば、多分物理攻撃とか食らわなくなる。ああ、びっくり。怖い。なので、よかったですね、ナルシャちゃんこれで攻撃されないんで。あ、怖い怖い、死んじゃうよ。あ、ヒールレイン使いましょうか。ヒールレイン、味方全員を回復です。便利、強っ。奥の杖装備できる。あ、防御力すごい下がっちゃうのでしません。橋があってのどかですよね。幽霊、幽霊は魔法防御力がすごい高いので、普通に攻撃します。ちなみにナルシアちゃんのこの攻撃する時の音、ちょっと聞いててください。あ、ガードされちゃった。結構ごつい音するんですよ、彼女が殴ると。ちょっと次の機会に聞いてみてください。宝とかないかな。ん、あ、あったあった。守りの的使うと防御力が4ポイントアップする。こういうのは私主人公補正で使っちゃいます。主人公に、全部主人公に使う派です。新しい敵が極楽鳥。なんか何もしないで殺しちゃいました。ウィンドシュート、ウィンドシュート。ちなみにその向こうの落ちた宝箱を取るまでにエンカウントしてしまうと、確か宝消えちゃう気がします。なので、遠くに落ちちゃうと辛い。あ、いっぱいいる。あ、単音波。あ、そう、こういう敵でした。寝ちゃった。先にこっち倒そうかな。え、何もしてこなかった。ウィンドシュート。久々に風の刃。風大好きですね。遠い。あ、レベルアップした。レベルが5になった。ホーリーバースト覚えた。あ、もうホーリーバースト覚えちゃうんだ。すごい。
強いんですけど、MP の消費も激しかったので、あ、どっちだろうこれ。こっち先進むっぽいな。あ、早速使います。10。いいです、使います。ホーリーバースト。お、強い。火炙りの魔法ですね。手なる力の。よし。あ、宝がやっぱりありました。銅のお電話。銅のお電話は、実は買っちゃったんですよね。もったいな。かな。あ、もうちょっとかも。足を越えて、あ、もう出てきましたね。新しい敵です。ロボ忍者、みんなにの術。あ、銃まあまあかな。風の刃、ちょっと機械っぽい敵になりましたね。鉄の墓場っぽい。ん？あ、この音楽来ました。ここが鉄の墓場だと思います。鉄まだないんですけど。あ、戦闘の音楽も変わってますね。ウィンドシート。もうね、この音楽を何回聞いたことか。そうだ、一番まだ多分ね、扉はびくともしない。どうやら内側から鍵がかかってるようだ。覚えておきましょう。いや、いいんですね音楽。ここに謎の、あ、エレベーター、簡易的なエレベーター。鉄の墓場ですね。あ、ちょっと触れません。触れませんよ。あー、音がする。怖っ。話しかけれる？かけれない。ちょっとスタミナを思い出しますよね、これ。宝を取って、魔法の元、これもフィールドに使います。すいません。怖いわ。音がね強い。あ、白騎士。列車の名は白騎士。伝説の剣を求め旅をする騎士でござる。この人ですよね。滝根村で剣がどうこう言って飛び出していった、別の墓場に行った人がいるって言ってましたよね。旅の途中ここに迷い込んだところ、神々の王とかいう悪人の手下に襲われ、胸にも剣を奪われてしまったでござる。私は森の魔女のアルシア、そしてこちらはピエトロ王子。王子？なんかポポロクロイスの王子です。僕たちの城からも宝を盗んでいったんです。その宝を取り返すため、僕たちはこれから魔王の城に行くところなんです。あなたのような子供がなんと立派な。あなた何やら立派な剣を持ってるでござるな。あ、取られる。あ、それに引き換え今の拙者の剣はこれでござる。ゴミ捨て場で拾ったおもちゃみたいな剣でござる。
びっくりした。あ、助けてくれた。強い。どんな剣を持とうと拙者は正義の騎士でござる。悪党になぞ負けんでござる。当時拙者は決めたでござる。共に戦い、あの神々魔王をコテンパンにやっつけるでござる。本当に一緒に戦ってくれるの？本当でござる。この白騎士死んでも嘘なんぞ言わないでござるよ。いやでも不死身の人ですからね、この人は。喜ぶ。話が決まればあとは実行あるのみでござる。魔王の城に乗り込むでござるよ。あ、白騎士が仲間になった。心強い。いや、ほんと強いんですよ、白騎士。枕の剣。かわいそう。買ってくればよかった。よし、どうなのは。これは、バナイフにしようかな。いや、嬉しい。必殺技。魔法は使えないんですけど、必殺技を覚えていきます。気合ためと挑発ですね。あ、このオブジェがトレードマークじゃないですか。もうすぐ待ちです。はい、着きました。ここは何かな。ガミガミシティ、グレート&ビューティフルな街の歴史を説明しましょうか。うん。自分のお城を作ること、それが神尾岩様の昔からの夢だったのでふ。後ろには城下町がつきものでふ。そこで魔王様はこのシティを作ったというわけでふ。ここは素晴らしい街でふ。楽しんでいってほしいでふ。優しい、優しいロボットさん。うん、ここは夢の街、It's a paradise。外からのお客様大歓迎です。明るい。いや、この街すごい楽しい。いらっしゃいまひ。高級住宅地なんだね。よくわかってない。あ、プルピー。あ、このボタン押すと光る。シャミ悪い。なんかボロボロのおじさんがいますね。困ったなや。全自動ハウス、次はオイラの番だわ。全自動ハウスを嫌がってるですね。さて、全自動ハウスとは何なのか。ここはシティ自慢の全自動ハウス。ここですね。お客様を歓迎するためあらゆるサービスをしています。見てください、あの人の顔を死ぬほど喜んでいます。いや死ぬ、もう顔見えないし、皮がむけちまうよ。闇竹林、何してんの。私、ガミガミシティ構成局から派遣されました。サービスロボでございます。人間は顔を洗うととっても気持ちいいそうですね。精一杯サービスしております。あー、皮むけるとか。うわ、怖い怖い。そりゃ嫌だわ。ここ、あ、ガミガミ魔王の生き物がありますね。向かいもある。なんか可愛い女の子ですね。ネットメイクの私の仕事ですね。あの、また街探索会になると思います。こっちから行けた気がする。行けた。500ゴールド。にゃにゃ、出た。もうね、楽しいんですよ、この街。あ、ひょっとしてピュートロージだ。あ、前はポポロクロイスの城下町に住んでたんだ。どうしてこんなところに。ちょっと観光に、ナビの岩をやっつけに観光に来たよ。暇なんだね、うるさい。もうスノーには見えないけど、何しに来たんだい。うん、ガミアの岩をやっつけに。あいつ悪いやつだったのかい。確かに俺も無理やりここに連れてこられたんだけど、まあ、そんなに悪いやつじゃないと思うよ。あいつはただ自分の城と町が作りたいだけらしいんだ。うん、寂しいもん。無理やり人を連れてきて足りない分はロボットで賄ってるってことでさ。いろんな考え方があるだろうけど、神々魔王って俺はそんなに悪いやつに思えないよ。この人すごい的を得てますよね。サービスばかりですね。
その階段を降りるとシティのダウンタウンです。デンジャラスなゾーンなのです。デンジャラスなゾーン、なんだか刺激的ですね。ゾクゾクとするですよ。ヘイベイビー、コアシティのダウンタウン、デンジャラスなゾーンだぜってことになってるんです。よろしくお願いするですだぜ。あ、いかつい。どうで兄弟、俺らの悪ぶり板についてるかい板についてるね。優しい、ありがとうございます。こっちが、あ、またこれですね。プールビーエネルギー大丈夫、この人努力のエネルギーのおかげです。あ、なんかタオル頭に乗せて、オイル風呂最高です。オイル風呂なんだ。中に行きますか。行かシティに必要なエネルギーは全てこの能力の乱すです。ですデフ背中は何デフ。あ、見えて結構頭がいいです。人見かけによらないですね。失礼、本当頭いいですよね。街作っちゃうんですよ、すごいですよね。あ、なんか白くしめる上歩いてましたね。火力が上がった。ん？ああ、やばい。やばい。不行。不行方法。熱すぎるデフ。ごめん。真っ赤。オイルだから、相当温度上がりそう。この人もボロボロ。おい坊主、俺の話を聞いてくれよ。夫婦喋る連中夫婦言ってるけど夫婦って。今日からあなたはダウンタウンの住人の役デフなんて泣かし上がって、俺も綺麗な部屋に住みたいぜ。かわいそう。あ、上は天国、下は地獄デフ。ここに出るんだ。あ、いた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 。幸せですね、ロボコさん。幸せですわね、ロボコさん。もう勝手にどうぞ。ガミガミメモリアル公園、シティでも最高の見晴らし。あ、でも見晴らしすごいいい。デートの名所なんだ。挨拶してる。いい品揃えてお値段格安。買い物するならガミガミデパート。アトラクションショー。あ、アトラクションショー。これは見ないと。今回しっかり全部見ていきますので。お金がないです。あ、めっちゃ上がる。買ってあげようかな。白騎士、あ、ちょっと後ほどゆっくり整えます。光らせておいて、特に意味ないんですけど怖っ。とても楽しいアトラクションショーが始まるです。見ていきますか。もちろん。そうですか、だったらステージの前に行ってください。すぐに始まるですよ。会場のみんな元気ですか。これからとっても楽しいショーが始まるですよちっちゃいショーだな。今日の出し物はかっこいいガミガミ魔王様があのポポロクロイスの憎ったらしいパウロ親子をギタギタにやっつけちゃうお話ですよ。それじゃ始まるですよ。今日もいい天気ですね。こんな日は散歩に限るですね。いいロボット。かわいいレボ、かわいいロボット。そうですね、そうですね。散歩はロマンチックですね。何やら足音が。悪いおじピエトロ。似てる髪の毛。髪髪んとこのロボットだな。俺様の縄張りだぞ。黙って歩き回っていいと思ってんのかよ。
みんなの突起が許せんだよ、このロボコが。無事に通りたきゃ金を置いてけよ、金を。お金なんか持てないですわよ。悪い王様パーロ、なんだとこのガキ。やめてくれです、誰か助けてくれです。あ、すごい名演技です、あのロボットさん。大変ですよ皆さん、罪もないロボットたちがいじめられてるなんてひどいです。皆さん、みんなで正義の味方、ガミガミマウスも呼びましょう。さあ行くですよ、マウス様助けて。出た、待て、マウス様、私が来たからにはもう大丈夫、さあ下がって。このアクトどもさ、覚悟したまえ。おお、すごいすごい、これかな、ワン逃げろ。思い知ったか、悪は必ず滅びるのだ。ちょっと美化されてる魔王様ですね。あ、白騎士怒ってる。皆さん楽しんでくれましたか。それじゃあまた会いましょう。いや面白い、何回見たでしょうこのショー。なんか寝てるし、うごうご、ドキドキしたです、面白かったです、また見たいです。面白い、最高です、また見たいです。人気ですね、すごい。あ、裏側、舞台裏に来ちゃいました。あ、プライベートタイムです、サインはお断りしてます。人気なんですかね。あ、ごめんなさい来ちゃって。上に出てくる、寄っててください。ガミガミシティに来た日にお土産買っていくといいですよ。お、自分の位置、ガミガミ魔王人形全身78箇所稼働、めっちゃ動く。すごい、楽しいお土産ですよ。あ、これお金貯めて後で買います。おみくじ装置と占ってみますか。はい、今日のあなたの運勢は吉、ラッキーカラー黄色、かゆこもの癒しの葉、すごい身近なものですね。新しい出会いの予感、何事も積極的に行動すると素敵な人とお友達になれるかもしれません、知れまへん。このおみくじの種類が確か16種類だったかな、結構用意されてるんですよね、この字が。なんかしかもこのなんかプレステみたいのが置いてある。へえ。ここの人ね、勝手に入ってくんな、これでも俺の家なんだぞ。失礼しました。あ、ガミガミホテル。あ、困ったことがあったらシティの市役所に行くといいです、何でも相談に乗ってくれるですよ。後ろ行きたいんだけどな、この階段を登るとガミガミ魔王女になります。悪いロボットと卑怯な罠が待ち受けているんです、気をつけてほしいです。なんか像がある、行けんのかな、行けないよね。扉はびくともしない、どうやら内側から鍵がかかっているような、やっぱ行けないですね。ということは困った時はさっきのロボットが行けましたが、市役所に相談するといいみたいです。これはこれは、こちらはガミガミシティの市役所でございます。ではお坊ちゃん、ガミガミシティにはどんなご用でしょうか。観光に来たんだけどな、ゆっくり楽しむ。あ、普通。ガミガミ魔王をやっつけに行きました。了解したです。それでは今から書類を作りますね。ガミガミ魔王をやっつけに来た後、はい、これで OK です。 OK なんだ。ダメ、ここのロボットダメ、もうポポロクロイスの兵士ぐらいダメ。少々待つよ、なんかやってる。
これで OK です。頑張ってほしいです。いいのかな。はい、これ多分これであの扉が行けるようになったと思うんです。はい、ですぐちょっと乗り込んでもいいんですけど、白騎士が仲間に入ったのであるものをちょっと取りにちょっと戻りたいなと思います。